バシーリー2世は、モスクワ大公。バシーリー1世の次男。母親は、リトアニア大公ビータウッタスの、娘ソフィア。妃は、ボロフスク公やロスラフ・ウラジミロビチの娘マリア。息子には、イヴァン3世、ユーリー、アンドレイ、ボリス、アンドレイがいる。1420年代から1450年代までの内戦期を戦い抜き。 モスクワ大公国の多くの分量を廃止して、統一国家の土壌を整えた。内戦期に盲目にされたため、バシーリー盲目公とも呼ばれる。内戦の発端は、祖父、ドミトリー・ドンスコイの遺言状にあった。その中で未だ子がなかった、バシーリー一世が死去した場合に備え、その弟であるユーリー・ドミトリエビチが、兄の死後の相続人として挙げられていた。そのために、 バシーリー一世が息子バシーリー二世を後継者に指名した際、これにユーリーが不満を覚え、その息子バシーリーコソイとドミトリーシェミアーカ、ドミトリークラスヌイーと共にバシーリー二世に対抗したのである。ユーリーはルーシに伝統的であった年長性相続によっても自己の対抗位相続を正当化した。ただし、バシーリー二世の母親が リトアニア大公ビタウタスの娘であったこと、また、モスクワフ主教、フォティーガ、あからさまに、バシーリー二世を支持したため、この両者が亡くなる1430年代初頭までは、ユーリーガーとバシーリー二世との間で、先端は開かれなかった。しかし、バシーリー二世の結婚式において、その母親ソフィアが、バシーリーこそいの黄金のベルトを奪うという、侮辱行為をしたことが原因で、 両陣営は軍事衝突に至る。そうした中でバシーリー二世は敗れ続け、ユーリー公は最終的に1434年にモスクワに入り対抗になったが、ユーリーの家臣に地位を奪われることを恐れた、モスクワ氏族たちがバシーリー二世を支持したため、ユーリーの支配は長続きしなかった。1434年にユーリー公が死んだ後、 イヴァン一世の一門の中で年長になったのは、バシーリー二世だったが、バシーリーコソイはここで、長室相続を主張し始める。彼の二人の弟はこれを機に、バシーリー二世の指示に回ることになる。バシーリー二世は、コソイを追放した。これにコソイの弟、ドミトリー・シェミアカと抗争した。だが1445年に、ノブゴロドを占領していた。 火山反国のウルグムハンマドによって、バシーリー二世は捕らえられた。釈放の条件として莫大な身の白金を要求され、要求通り支払う。そのため釈放された上に、ムハンマドから援軍を与えられ、シェミアアカとの交想に、ひとまず勝利した。ところが、タタールの援助を得たことと、過酷な身の白金要求はボヤールらより、多くの不満を招き、バシーリー二世は孤立する。 シェミアーカはこれに乗じて勢力を回復してモスクワを奪ってバシーリー2世を捕らえて目をつぶしウグリチに幽閉した。だが貴族らはシェミアーカの政策に反発し幽閉されていたバシーリー2世を助け出した。バシーリー2世はトベリに逃れて再起を果たしモスクワを奪還した。1450年にはシェミアカの本拠であったガーリチを陥落させ 1453年には、シェミアアカを独殺して、構想に勝利した。その後は、国内政策に尽力すると同時に、シェミアアカに加担して敵対していたノブゴロドを攻撃し、1456年に、ヤジェルビーン一条約を結んで、ノブゴロドの独立性を削ぐことに成功した。1462年3月、衰弱性の病に侵された、バシーリー2世は、 治療のために火をつけた木片を肌に当てたが、これにより、体の奥に火傷を負い、その傷口が化膿して死去した。48歳を打つ。あと、このイヴァン3世が継いだ。ありがとうございます。